のお互いにほら好きな曲とかあるでしょ、はい、持ち歌交換なんていうのはどうでしょう。いいですね。私ずっと前からやってみたかって、うん、私はブルーをぜひ歌いたいなと思って。そうですか、はい、なぜにあれはやっぱりすごい気持ちがよくわかるの、うんうん、だから歌っていいですか、うん、はい、あ、そんなしょうかいいですか、可愛らしくて、いいですか、いいですよ歌わせていただきます。歌っていたのは矢上純子さんでした。でもやっぱり本人の方がいいみたいね。また本当なんていうの、でもすごくあそこ の盛り上がりのところがね、あの綺麗に持ってってるの、こうやって上に押し上げるようにして、うんうん、粘りがある。この歌好きだったからね、うん、絶対ぶち壊したくないと思いながら歌ったんで、ありがとう。でも嬉しい、嬉しいです、うん、歌ってらしてこうどの辺がこう気持ちよかったですか。私最初のあのボサノバのね、ああいうノリがすごい好きなの。うん、やっぱり選んだ曲っていうのはあなたがやっぱり似てるもんね。似てるかもね、うん、ね、私の曲は何歌ってくれるのというところで、はい、あの似てるって言ったんですけども、思い出は美しすぎて、はい、あの純子ちゃんの中の曲であるでしょう、うん、やっぱりイメージがなんとなく似てるの、自分の曲と曲の中でもね、うん、
でやっぱりあれがね一番歌いたいかな、うんうん、あのあれはデビュー曲ですよね。デビュー曲ね、うん、でねとってもねその音符が細かくって難しい、音程取るのも難しいのね、うん、だから案外とその今のハスキーボイスでもって流しちゃったところがありますけれども私も歌わせていただきます、はいはい。思い出は美しすぎてでした。上がっちゃった上がるのね。でも上がる、うん、嘘本当本当。でもハスキーボイスでね、うん、私より随分大人っぽい。思い出は美しすぎて、思い出がいっぱいあるっていうような、そう、随分の経験を積んだ女性が歌ってるって感じ。あらじくちゃん、そんなことは分かってしまう。やっぱり分かってしまいますわ随分違うっていうような顔してるもう突っ張りで歌ってるっていうのが見えたって感じででもどうでした、歌ってらして。あのやっぱりボサノバ私も大好きなんです。で自然に優しい感じがするでしょ う優しく乗れるのね、こうやって、うん、すっごい優しくてね。そうで女性的な感じがするしね、うん、であの同じ、うん、ジュンコちゃんはあれファルセットじゃないのかな、ヒューって伸びるけど、あれは地声なのねきっと。ファルセット、ファルセット、うん、でも全然わからないでしょ、あの変わり目が。あまり変わり目ないみたい、ねうん、で私は結構変わり目っていうのがコロッとあるのね、うんうんうん、だそういうところでもってそこの継ぎ目とか、うん、それから同じファルセットでも全然私の方が硬い感じだから、うん、そこのところを違う風なね地声だってちゃんと分かってもらえないとまずいから一生懸命そういう風にしたんだけど、なかなかやっぱり似てしまいますよね、うんうん、でもマチコちゃんはねその、ファルセットと地声のねその中間のところでね拳が効くのねあそこがねすごくマチコちゃんの魅力じゃないかなと思うんだけど、そうそう魅力を感じますわやっぱり
というわけでそれぞれの歌をね、はい、歌っていただきました。はい、どうも。でもなんていうの、照れくさいはね、お互いがお互いの前でこうやって歌うっていうのはね、うん、歌ってる時は上がるし、あやこう相手のね、ジュコちゃんが歌ってる時にも、うん、なんていう顔していいか分かんないとかあるでしょ。うん、私ね、こう、うん、やっぱり一応歌を歌うってんでね、まちこちゃんの、うんうん、やっぱりまちこちゃんよりうまく歌おうとかさ、一応考えるわけよね。だけど違う感じで歌おうとかね。そう、でもやっぱりダメだ、本人にはかなわないわ。そう、誰でも言えるわよ、なんか寂しくなってきちゃったじゃない、そんなこと言うから。聞いてる私たちは楽しい。というわけで、いかがでしたでしょうか。